はい、皆様ごきげんよう、ピエトロです。オベナイゲーム実況レッスン22にやっていこうと思います。はい、前回はですね、マモンがおかしくなったり、ソロモンさんと私もかな、はい、魔力が弱まってきたりと、何やら異変が起き始めているという感じでございますけども、どうなっていくのか。22の1、マモンだけなのかな、いつもと変わらない朝、はい、なのに異変が少しずつ起きていると。あれ、ピエトロ今日も迎えに来たのか。ああ、お出迎え、朝からルーク。兄弟なら朝ごはん食べてるぞ。あいつらと一緒だとうるさいから、僕は時間をずらして食べてるんだ。煙たがられてるやん、兄弟。それじゃ僕は先にラッと行く。またな、ピエトロ。あ、なるほどね、ルークは一足先に起きて食べてるってことか。はい、また学校で会いましょうという感じで、兄弟たちとご対面。もしゃもしゃもしゃ、もぐもぐもぐ、朝からいっぱい食べるね。いい子いい子。ちょっとベール、それ僕のベーコンなんだか。はい、褒めた矢先に人の朝朝食を強奪しておりましたけども。もぐもぐもぐ、うんうんうん。あ、聞く耳も立つ。聞いてないし。なんかごめん、レビー。僕の監督、冬木届けでって。いや、ベルヘに謝られてもね、もう弟に謝られたらもう許さざるを得ないみたいな感じで。何してるんだ、アスモちゃんは。何か思いにメイクかな、見ればわかるでしょ、僕に見とれてるの。見てわからないよ、鏡でも持ってたのかな。今日もお肌のコンディション絶好調。僕ってなんでこんなに美しいんだろう。はい、これがいつもと変わらない朝でございますね、みんなの。アスモ、飯の時は鏡を置け。あ、鏡持参で言われるね、それは。あ、ピエトロ、おつ、おはようございます。おはよう、ピエトロ。いや、おはよう、今日も迎えに来てくれたの。そうだよ。ところで、次男がいないね。マモンは何か足りないような。はい、率直に言いましょうか。ご次男はどうしました？来て最初の一言がそれ、釣れないな。いや、だってやかましい担当がいないんで。はい、昨日帰ってきてから会ってないな。あ、閉じこもってるんだね。明け方にどこかから帰ってくるのを見たぞ。あ、じゃあ家からは出てたんだ。まだ部屋にいるんじゃないの。だったらちょうどいい。ピエトロ、マモンを起こしてきてくれ。合点承知のすけ、登校2日目で遅刻は困るからな。そうだね。これマモンがおかしくなったのか、それとも兄弟たちが次第におかしくなっていくのか、どうなんだろう。おお、開いてんぞ。あ、でも応答は普通ですね。ちばっす。さあ、朝から来たよ。お、誰かと思ったらピエトロかよ。もっと驚いてよ。そういや、聞いてくれ。昨日徹夜でコインを探してよ。あら。ちょっと戻ってるじゃん。見つけたんだよ、ほれ。マジ見つかってよかったで。なんて言ったってお前からもらったもんだからよ。ああ、私からもらったっていうところは大切にしてくれてるんだね。お金だからだとかじゃなくて、絶対他の誰にも渡したくなかったんだよな。よく見つけられたね。まあ落ちた大体の場所はわかるだろうけども、俺の元へ帰ってきてくれてマジ感謝だぜ、かわゆい幸運のコインちゃん。それよか、迎えに来てくれたんだろ。そうよ。まあまずは朝食に着きましょうや。まあね、元気になった、いつものマモンだ。ってことは、はい、もう変わったところはないっていう感じなのかな、表面上は。まあねー。お、上がった。いい心がけじゃねえか、それでこそ俺様のしもべ。あー、腹減った、朝飯食いに行こうぜ。そうだね。はい、なんで朝起きずに部屋でコインでも眺めてたのかな。はい、22の3。逆にこうも普通だと先行き不安でございますけども。はよーす。やっと来た。遅い、マモン。もうないよ。ベールが。ルシファーは一足先にね、先に出たぞ。ルシファーは一足先に出るんで、いつも朝食はみんなと食べてくれる。ピエトロ、コーヒーのおかわり入れてくんない？あー、まあ世話役の私が、はい、ちゃんと美味しいコーヒーを入れてやろう。皿をもう一枚取ってくれ。はい、世話係、私が皿を一枚取ってやろう。まあピエトロは召使いじゃないんだよ。おい、そうだ、こいつは俺様の下僕なんだからな。立場上あんまり変わらなさそう。それも明らかに違うけどね。まだ食べてる。むしゃむしゃもぐもぐ。メール、それはテーブルにいけてあるお花だよ。
はい、で学校に登校すると、あーもうこのままじゃ間に合わない、なんでこんなにゆっくりしてたのみんな、もぐ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 、おいベールいつまでも食べてないで走れまだ食べてるんだ、めんどくさ、走るくらいなら別に遅刻でよくない、ダメダメ、登校2日目だからね、長男激怒るよそれな、はい、もう諦めようとしている面々が、いやダメでしょう。ルシファーが聞いたらどんな悪趣味なお仕置きをされるかわからないぞ、それは嫌すぎる、はい、もうルシファーという名前を出したらもうみんながちゃんとしようと、しゃあねえな、近道しようぜ、お近道を知ってるんだ、その目線の先にあるのかな近道先が、ほれ俺についてこい、お、さあマモンの後をついていくと、おーなるほどね、お前らもっと早く走れっつの置いていくぞすごいミステリー朝な雰囲気の路地裏だね、うー、自宅警備員の朝のダッシュは無理ゲー、朝感ないけどね、魔界の天気なら、ねえペトロ、マモン今朝はいつも通りだね、だね、そう見える、いつもよりバカっぽい、よかったね、そう見える、まあまあまあ見えるよね今のところは、うん、昨日はなんだか変だったけど今は普通、さあ何がね引け金になってまた変になるかがわからないんで、恐る恐るね探っていかないと、昨日のママのあの変な感じ気のせいだったのかな、はあよかったみたいな感じで、おフラッシュバック、もしこのまま完全に魔力を失ったら元の時代に帰れなくなるかもしれない、万が一にもそうならないように君は彼らとの契約を急いだ方がいいね、急がないとね、創立式典がある2ヶ月後ぐらいがリミットかな、はいちょうどいいリミットですねてよくもうこのまま流れでベルフェ契約しようって言っちゃえ、何急にって言われそうだけども次はマモンじゃなくてピエトロがおかしくなっちゃったって言われそう、22-4、私がおかしいのはいつものことだよ、悪魔の始祖の物語、いきなり始祖の話、では学園内における様々なルールについてディスカッションしていこうか、あ朝からディスカッションしんどい、自由な意見を積極的に出してもらいたい、何かあるかな、あ上司の目線が痛いやつこれ、ピエトロ君君は何か意見があるのか、ってなっちゃう、あるおブブが何でしょうね、無償化かな給食おかわり自由みたいな、ベルゼブブどうぞ、食堂は無料利用でおかわり自由にしてほしい両方当てちゃったわ、無料と、それはうーん困るな、潰れちゃうな、ラットが経営が、あと授業中でも好きに食事をとっていいことにしよう、すごい屈託のないマナコでこんなにまっすぐに言えるの、それぞれの席に枕標準装備、おのおのが自分の欲望を満たすためだけの学園生活を送ろうと、書籍購入のための予算は無制限なんだろうな、無制限とはこの子たち経費の無駄遣いを、ネイルとヘアケアのための特別教室が欲しいな、あーまあネイルとヘアケアっていうのにね特化せずに何かしらのね身なりを整えるね部屋みたいなのはご用意してもいいんじゃないかな、お前らいい加減にしろ、話が進まなそうだね、黙って聞いていれば言いたい放題、そもそもそんな予算はない、ないのお金持ちのディアボロ殿下発端の学園なのに、予算がねえなら作ればいいんじゃね、お、はい、マモンさんが意見しましたけども、流れ変わったな、どういう意味だ、貴族院のやつらに金を出させんだよ、あの上のジジイ連中ね、いわゆるなんとか基金とか適当な名誉か栄誉を与えればホイホイ金出したがるやつはまさかいるんだろう、なるほど一理あるね殿下もねその貴族院のことはね、はい、好ましく思ってないもんね、敵対している人もいるもんねだろう、さすが俺様、とはいえ資金があればどんなルールも通用するというわけじゃない、意見は意見として受け止めておくよ、マモンの資金集め案についてもね、はい、グー有能だったよマモン、そりゃどうもね、最近のマモンっていかにも悪魔だよなどうした、強欲のマモンって呼び名にふさわしいっていうかさ、これ兄弟たちがその自分の司ってるものをちょっとずつ経験していくのかな、まあだってね、うん、展開にいた頃はまあ嫉妬のとか
強欲のとか傲慢なとか呼ばれてはなかったわけで、ここに来てからそういう名がついているから、はい、それを体現するストーリーがねありそうだけども、言えてる、さっきのあんとかまさに強欲って感じ、板についてんじゃんみたいな感じかな。てん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 、まあブブはもうずっと暴食だけど、どうかしたベール？いや、ちょっと気になったんだ。ああ、言いなさい、この場で、みんながいるこの場で言いなさい、みんな胸の内に隠すんだから。ルシファーは傲慢で、マモンは強欲、アスモは色欲で、サタンは憤怒。どうして俺たち7人にはそれぞれキーワードが付けられてるんだと。はい、あ、疑問を抱いたね。打点した後すぐ魔王から授かったものだ、それぞれ、序列を言い渡された時にな。興味深いね。パパ上がそんな、父が、魔王が特別にそれを口にしたということは、君たちにとって大切な情報であるということだ。パッと見で決めたんかな。お前ごまん、ごよく、嫉妬、ふんどって、大切な情報、タイダーって悪口にしか聞こえない。君たちそれぞれにとってその言葉が今後重要な意味を持つかもしれないね。まあキャラなんで意味あるよね。ちょうどいいタイミングですね、バトスさん。これからあなた方が向かうところで求める答えが見つかるかもしれませんよ。ということは今からどこかに行かされるということで、だそうだ。お前たち今から図書館の清掃をしろ。お、歴史の本を見るみたいな感じかな、それともどっかの世界に飛ばされるかな。また掃除？ちゃんと真面目にしない組が何言ってんだい、めんどくさ。ちょっと掃除って僕たちだけ、ルシファーは掃除しなくていいとかずるくない？お、ちゃんと意見が言える、うん、俺はこれからバルバトスと創立式典に向けての財務処理がある。うー、財務処理、うん、数字見るの苦手、うん、それともお前らが俺の仕事を代わりにやるか、俺の代わりが務まるならの話だけどな。あ、お任せします、難しいことお任せしてごめんなさい、ぐぬぬぬぬ。はい、何も言えねえ、うん、それは嫌だな、頭痛くなりそうだもんね。分かったらさっさと行け、手を抜くなよ。フラグ立てないで。真面目にみんな働いたのかな、うん、ピエトロ気をつけろよ。お、何が、本がなだれ込んでくるみたいな。そんな高いところの棚、はしごに登ってんで掃除しなくてもいいのに。あー、倒れる、誰か受け止めて、早い。ん、え、どうしたんピエトロ、なんか見つけた。お、私なんか見つけたらしいです。やはり人目に届かないところにはレア物ありと。絵本みたいだね、そんな本まであるんだ。ま、あれかな、七大勲章の本かな。どんな絵本なんだ、読んでみてくれピエトロ。わかりました。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが、昔々過去と未来をよく知る悪魔がいました。バトスさん、これが絵本なんだね。これをね、乳幼児とかに読み聞かせるんだね。悪魔は彼が支配する王様たちの吹き鳴らすラッパと共に現れるのです。ふんふん、王様たちを支配するバトスさんね、あなたが一番幸せでいられる場所に連れて行ってあげましょう。はい、冒頭にもありました。途方に暮れていた人間はその言葉に涙を流してこう答えます。ラスベガス、ああ、ありがとう親切のあなた、この真っ暗な道から救い出してもらえるならば、私はこれから毎晩寝る前にあなたの名前を唱えて祈ります。そんなものはいりませんので、ちゃんとお金をくださいと。どうかあなたのお名前を。その悪魔の名前は、ここでオープニングに入ります。それで終わり。あ、もうそもそもそこで、はい、ページがなくなってるんだ。絵本は後半がページごとなくなっている。じゃあ置いとかないで、そんな本。まあ届かぬ場所にあったから、はい、目から逃れたってことか。誰かが後ろ半分のページを破ったのかな、意図的にね。その悪魔の名はってナイトブリンガーだろ、知ってるこの子、うん、僕もそう思った、アダムが言ってた悪魔だよね。覚えてるんだちゃんとマモン。マモンでも乗り移られてたんじゃないの。まあ記憶あったか。あのあとサタンがたまたま展開の本の中にナイトブリンガーの名前を見つけたんだっけ。ああ、そうだ、始祖の悪魔について考察した本だった。じゃあバトスさんって始祖なの、かっこいい。始祖の悪魔、
展開ではナイトブリンガーのことをそう呼んでる。かっこいい。あのね、本当に呼び名いっぱいあるな。通り名がナイトブリンガーはこの世で最初に誕生した悪魔なんだって。へー、え、そら強いわけだ。でも悪魔で呼び名の一つでしかないって書いてなかったっけ。悪魔だけにね。誰か笑って。他にいくつも名前を持ってるのかいっぱいあるね。もっと詳しく聞きたい。ものすごく興味ある。ものすごくね。おお食いついてくるじゃねえか。引かれたね。とりあえずそこから降りてくればはしごの上じゃ話もできないし、はい、掃除一時中断ということで。あこんな壮大な BGM がかかるのね。誰かまずい、はしごが、はい、これ私わざと揺らしてない。さあ誰に受け止めてもらおうかなと。ちょっと危ない、ペトロ、はい、カモンベイビー、誰かはい、茶番でございますね。22の8。さあ私を受け止めてくれる殿方は誰。魔物の異変。ああやはり異変はあるんだね。おい危ない、落ちるぞ。ああ言ってないで、早く助けて、早く助けて。あっいったた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 、ごめんねレビー、ありがとう。レビーの上に落ちちゃった。レビーグッジョブ。レビーすごい、ピエトロを受け止めるなんて受け止めてないやいって、落ちてきたんだいって。ファインプレーだなー。珍しくやるじゃないか。君たちは助けてくれなかったね、ギーギリリ。レビーなのにかっこいい、なのに。ピエトロ大丈夫。いててててレビーごめんね。レビーのおかげありがとう。レビー怪我は、あーレビー怪我はもういいんですけども、僕は純粋にありがとうね、レビと。どういたしまして。キスする、ハグする。なんで選択肢出ないの。僕なのに、僕じゃないみたいで恥ずかしいんだが。誇っていいんだよ、かっこよかったよ。でもほんとかっこよかったよ、ピエトロ。さっと助けちゃうなんて。マモンなんか全然動いてなかったけども、はい、ここが異変ってことね。ねえマモン、どうしたのマモン、怖いよ。マモン、結婚してくれ。ええ？ひげ、しりぞけ、どっちだろう。どけかな。わあ、あ、私のってこと。何するんだよマモン。いきなりレビを突き飛ばすなんて。あ、もう私のナイト様みたいになってるってこと？マモン、あのコインもお金に目がくらんでよりもやっぱりペトロからもらったっていうところの方がでかいのかな。許さねえ。私にこいつを、ピエトロを助けていいのは俺だけだ。誰にも渡せねえ。じゃあ助けてよ。さっきの助けてよ。はあ、はい、私専用のナイト様になってますね。なんなんだ一体。やめろマモン。ほら六男が怒ってるよ。悪いお兄ちゃんでちゅね。話せレビの野郎、一発殴ってやれねえと気が済めねえ。そんなに私がまずマモンを殴っていいかい。なぜ助けなかったピシ。何言い出すんだよマモン。ガバベール、話せこのバカ力。ちょっと待って、マモン、いい加減にしないと僕がお前を殴るよ。いいセリフだね。いけママ。アツモちゃんが珍しくメラメラと。超等じゃねえか、やってみろよ。なんだところだ。好き、アツモちゃんのこの言葉悪くなるの好き。あ、わわ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 、僕はもう大丈夫だからやめてって。おいやめろ、アスモも落ち着け。話しやがれサタン、このクソ野郎の少年を叩き直してやる。はい、みんなの教育係ですね。いいね、面白いね。ペトロなんとかして。でも私のオベイミー聞かないんだよね今。せい、はい、何度も叫びましょう。ちょっとはまあ力が弱まってるとはいえ。なんで、あ、聞いてないんだ。ピエトロのステイが効いてない。みんな耐性できちゃった。なんでそんなことある。あ、私の魔力が弱まってるからだ。話せ、殺すぞグルー。言葉悪いよ。兄弟に向かって、上等じゃねえか、殺せるもんなら殺してみやがれ。引っかかっちゃうよ、 YouTube のなんちゃらの規約に。ピエトロ、俺と一緒にママを止めてくれ。でも私か弱いし、魔法が使えない私なんて。ピエトロが止めればマモンも正気に戻るかもしれない。はい、じゃあマモンにギュッて抱きついて、もういいんだよ私は大丈夫だからって。はい、耳打ち、話せー。何が起こるんだ。ピエトロ大丈夫か。あら、マモンにもしかしてぶたれた、当たった。マモンがピエトロを突き飛ばすなんて上等だぐるーって。ピエトロが行くしかないね。
てめえピエトロの区別がつくのか。アスモちゃん落ち着いて、うるせえ。はい、もう見境なく土地狂ってますね。ひゅ、うわあ、悪魔鎌でした。ピエトロのすべてはこの俺様のもんだ、誰にも渡さねえ。悪魔悪魔してるね。はい、マモン今のところ、はしごから落ちようとしたところを助けてくれなかったのと突き飛ばそうとしたので、今マイナス2ポイントだから22の9。さあこっからどうなるか。早く誰か、強い人来て、大人の強い人。お前ら俺からピエトロを奪おうってのか。てめえらに渡してたまるか。ピエトロは俺のもんだ。あ、言葉だけ見たらすごいトゥンク、ありがとう。ダメだ、もう俺の力じゃ抑えきれない。はい、そこまで本気ってことね。ナモン、やっぱりおかしい、気のせいじゃなかったんだ。諦め、昨日からマモンはマモンらしくなかった。コインのことも今だって。おい、ピエトロをよこせ。顔なしみたいになってる。あー、そんなことできるわけ。アスモ、マモンは正気じゃない。はい、言葉でぶつかってもだね、行動で示せと。サタンが、じゃあこちらピエトロでございますって献上される。まずはお前が落ち着け。つ、ね、マモンどうしちゃったんだよ。うるせえ、ピエトロをよくせ。会話ができな いや。マモン、ピエトロは物じゃない。はい、言ってやってください。私はもうこの世界にたった一人の純粋な高貴なる存在、物ではないこと。それにそんな状態のお前にピエトロを近づけるなんてできるわけないだろう。はい、すごいね、 5vs1 だね今のところ。うー、ガーガー言うてる。ピエトロピエトロ。やだ、私今のままに近づいたらもうめった殺菌されるんじゃない。もう誰にも渡さない言うて、もう渡すくらいならいっそ俺の手でって。ダメだ、もう俺たちの声は届いてない。届け私の声、この物の中に救う呪いの残滓を解き放つ。わー、我が名はサタン。あら、サタンがちゃんと対処、ちょっと本気で行こうとしている。パチパチパチ、割れた、跳ね返された。何かの呪いというわけじゃなさそうだな。呪いがかけられているということじゃないんだね。うわー、ステイ、私の本気のステイ、聞いてみろ。これが身の内に救う憎しみの姿だ。やっぱり聞かない。くそ、ピエトロ欲しい。ああ、欲しがられてる、あげたい。俺のものだ、俺のもの、ものじゃない。うおー。さあ、熱い展開になりましたかな。もう無理だって、ば逃げよう、もう逃げるしかないね。ピエトロ来い。はい、マモンも傷つけたくはないんで、もう敵対するよりは逃げてこの場を収めるしか。こっち、この城ならまだ逃げれそう、場所把握してないだろうから。おい、ベルヘ、何かないのか、何か。ってポケットからベルヘが。ドラえもんみたいに、何かって何が。マモンパッと元に戻せる感じのなあ、あるかな。ピエトロのステイが効かなかったんだよ、もうお師匠様呼ぶしかないんじゃないかな。それかバトスさんに転移してもらうか、もうルシファーにね、マーモンしてもらうか。ベビー、もっと早く走れて。支度警備員、今日めちゃめちゃ走らされてる。これが精一杯だし。ピエトロよこせ。ちゃんとみんな徒歩なんだね、翼とか使わずに。おい、なんだこの惨劇。お兄ちゃん助けて。みんなでルシファーの後ろに隠れましょうか。ルシファー助けて。ガー、たく、まだ面倒なことね。いや、なんか今回そんなおちゃらけたやつじゃないです、ガチなやつなんです。説教は後で聞く、どうにかしろ。それが人に物を頼む態度か。お願いします、ルシファーさん、お願いします。私がやつ先にされちゃうかも。おい、ベール、お、ベールに、はい、BGM がすごい。ロック調に。力ずくでマモンの動きを封じろ。はい、本気で言っていいってことね。長くは持たない。かっこいい会話。俺が数秒やつを止めると。一瞬でいい、早くしろ。その1秒あれば俺がってことね。1秒でも止めとけば、その1秒が欲しかったって。離せー、ピエトロピエトロ。うわーい。うるさい、吠えるな。あー、でもけいた、次男なんでちょっとは優しくしてあげてください。ひゅ、戻った。あー、お手軽パターン。当てみって言って首を、ま、マモン死んだ。いいやつだったよマモン。マモンの最後の言葉なんだろうね。ピエトロピエトロか。あー、いい最後の言葉だ。
生きてるけど大丈夫、気を失っただけだ。はい、家教員みたいに当て身したのかな。あー、ルシファー、あの状態のままを一撃で眠らせるとかちゃんと撮ってた、アスマちゃん。ねえ、かっこよすぎない？かっこいいね、強いね、やっぱり。助かった。それで一体何があったんだ。はい、ここまでのことがあったのであれば、はい、普通のことじゃないんだろうなって言って、ちゃんとルシファーさんが真面目に聞いてくれそう。対となる存在、対となる存在、何に対しての対すこいつ、あんなことがあったのにこんなに可愛らしく健やかに寝てやがるひっぺ叩きたいね。ああ大丈夫だ、よく眠ってる本当に寝てるだけ。ルシファーの魔法をまともに浴びてたでしょ。魔法だったんだ、一撃で。このまま死んだりしない？はい、そこの心配もあるってことね。はあ、演技でもないレビーさっきからずっと死んだ死んだ言ってるもんね。ああまだ目覚めて、ああなるなら治るまで目覚めない方がいい。はい、どうなってしまったのか、うん、それ言えてるよかった、アスモちゃんもう大丈夫。はい、クールクールクールタイム、落ち着いてクールダウン。マモンの異変か、はい、感じ取ってたもんね、ルシファーも。確かに昨日から様子がおかしかったな、うん、さっきも金策のことでやけに目をギラつかせてたのもそのせいか。まあそこはいつものマモンだったけども、うん、コインに対する執着半端なかったし、それはおかしかったもんね。コインがあればお金が集まってくるって思ってたんじゃない？はい、まあ強欲なんで、やっぱ強欲になってるのかな。お金っていうか金銭的なものに対する欲もそうだけど、それよりもピエトロに対する独占欲の方が強い気がした。はい、ピエトロピエトロガーですもんね。そうだな、コインもピエトロからもらったから自分のものにしたいって感じだった。ふんふん、強欲を司るってああいうことなのかな。やっぱ強欲がちょっとひょっこりはんしてきてるってことか。はい、みんなあのマモンの状態を見てちょっとやっぱ怖くなるよね。自分がいずれどういう風に自分のその司ってるものになるのか怖いよね。うん、まあここも多分乗り越えていくんだろうね。それってさ、はい、自分にもってことだよ。僕たちもマモンみたいに僕たちを司るものに支配されるようになるってこと。いやー、止めてくれる兄弟がいてよかったね。これ全員一斉にガーってなったらもう止めらんないよ。てん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 、そうはならない、まずマモを直さないと。そうはならない、私が止めるからってことね。今回は止めれなかったけども、私強くなるから。どうして言い切れるんだ。はい、ペトロ修行編。ペトロに僕らの不安はわからないよな、人間だもん。はい、私は君たちの未来を知ってるんで、そうはならなかった未来が見えるってことだよね。まあ言えないけども。ないわ、そんな言い方やめなよ怒ってくれてる。とりあえずマモンのことが先だ、うん、今は眠ってるからいいようなものの、起きたらまた同じことになると。はい、その前に打開策を考えないと。元に戻す方法あるのかな、わ、うん、からないが、マモンを元に戻す方法があるなら俺たちが同じように変化した時にも対応できるはずだ。そうだね、マモンを治すプラス自分たちがいずれああなるかも、だからその前に何か対処法を知っとかないと。だね、フシ、うん、そろそろか。何が、うん、何がだ、ミッションの時間。ラットからこっちに戻る時、ディアボロにマモンの状況を簡単に報告しておいた。そうしたら情報があると返信があってな。あー、仕事が早い、ありがとうございます。急ぎでこちらに向かうとのことで、もう着く頃だ。お、来てくれるんだ。とりあえず移動するぞ。マモンこのまま一人ほっとくのかな、あー待って、ウルシファー、私一人寄り添ってるって感じかな。うん、ペトロ、ママが心配ベルヘゴールが今回いい弟するな、すごく。まあまあかな、全然全然もいいな、まあまあもいいな、私の悪態つき。ありがとうピエトロ、マモンの代わりに僕からお礼を言っとく。マモンも喜ぶと思うよきっと。あ、やっぱ大切なお兄ちゃんなんだね、ベルヘゴールから見ても。心配だねベルヘゴールも。何してる、とっとと行くぞーい。さあ殿下たち、ご到着。いやお邪魔してるよ。マモンの件伺いました、大丈夫ですか。バトさんは何か知ってるんじゃないの、未来を司ってるんだから知ってるんじゃないの。あらえざらえ全てここで話してよ。ああ今は眠らせてる、うん、殿下とバルバトスが来たのはわかるんだが、うん、なんでリトルデーモいるわけ。ああリトルデーモいるんだ。それはこっちのセリフです、無理やり連れてこられたんです。
どうして私がここに連れてこられたのですか？うん、うん、それはね、おお、結構マジな話になるのかな。リトルデートピエトロならママを助けられるかもしれないんだ。僕ですかってデーはなるよ。重い。リトルデートピエトロが私がこいつと肩を並べるの？なぜに？マモンを助けられる。ちょっと待て。一体どういうことだ？何なんだろう。小さくなってマモンの体の中に入って暴れている司っているものを倒すみたいな。22-13。リトルデイが絡んでくるの？ピエトロとリトルデイなら今の魔法の、マモンを治せるかもしれないと。魔法ってなんだ、新しいお菓子か。どういう意味だ？そうですよ、はい、デイ自身も分かってない。私も何が何やらさっぱりなんですけども、うん、それを説明するためにはまずはリトルデイの秘密について話さないとね。あー、確かにもう普通に馴染みのあるキャラクターなんだろうなと思っていたけども、そもそもリトルデートは秘密というより知られざる事実と言った方が正しいかな、バルバトス。はい、私の方から説明しましょう。お、乗り気だね、バトスさん。そもそも彼らの存在自体どういうものなのかはっきりと解明されていないわけですが、解明されていないの、この子たち、うん、この子たち自身も僕って何なんだろうって葛藤しない、日々。言い伝えによると彼らは妖精王が育てていた胎児から産み落とされるそうです。へえ、あのお眠りの妖精王ね、うん、それは俺も古い文献で読んだことがあるな。へえ、知ってたんだサタン。太古の昔、魔界を支配していたのは妖精王であり、その木からこいつらが生まれると。じゃあリトルデイって妖精、じゃああれなのかな、悪魔たちの、まあ、敵になるのかな、うん、妖精とも言えるし、次の存在、精霊とも言えます。ただ本人は悪魔のつもりのようですし、彼らの本質が何なのか未だに謎です。妖精王の最後の抵抗だったのかな。彼らはそれだけでも秘密めいた特殊な存在ですが、悪魔として存在が確立されたものの中には、ごく稀に誕生と同時に彼らのような精霊が生まれる場合があるのです。そうなんだ。ん？悪魔と同時に精霊が生まれる？はい、とはいえ全ての悪魔が対になる精霊を持つわけではなく、なぜ一部の悪魔が選ばれるのか、どうやって選ばれるのか、全ては謎に包まれているのです。じゃあ兄弟たちの生まれと同時に対となる精霊が生まれていたかもってことね。でも僕たちってそれぞれ一匹ずつリトルデデイがいるって、おや、偶然にしてはできすぎだと。まあだからこのナンバー2のリトルデイがってことね。うん、次男だから。そうですね、私もそう思います。はい、運命じゃよ。ですがあなた方7人が選ばれたのも事実です。なんでバトさんデーみたいな喋り方になってるんだ。偶然にはできすぎだと。偶然じゃないんだよ、だってこういう脚本だから。うん、メタ発言やめなさい。ピエトロ消されるよ。君たち、兄弟のリトルデーは生まれ落ちた時からずっと魔王城で預かっているよ。預かってるんだ、勝手に囚われているんじゃなくて。ちゃんと3食ちゃんとご飯付きですかね。彼らも魔王城で働くのを楽しんでくれているようで何よりだ。雑用に使われている。このリトルデイ2番はマモンの対として生まれた妖精です。なので彼を媒介にすればマモンの心の奥底に触れることができるかもしれません。そういうもんなんだな。うん、納得。そんなことができるのか。はい、そういうものなんです。いや、リトルデイの秘密はよく分かったけどさ、つまりマモンと対になってる2番ちゃんならマモンを助けてくれるってこと。本人にその意識はないだろうけど。ちょっと待ってくださいよ。バイク行ってめっちゃ怖くないですかい。そうなるよね、いきなり呼び出されてお前頑張るよって言われてるんだから。そんなことさせられて私がどうなるか分かりませんよね。私何もできませんから。魔王女の掃除がせいでお似合いのただのしがない無力なリトルデイですから。声高らかに、レビ並みの自己肯定感の低さ。まさか君2番じゃなくて3番なんじゃないかって疑われるよね。はい、もう目をじっと見てマモンを助けてほしい。お遊び抜きよリトルデート。そんなまっすぐな目で見られたら気持ちはわかりますけど、私なんかにできるかどうか。できるよデイなら。できるかどうかじゃない、やるかやらないかだ。上司、正論すぎます。かわいそう、ブラック企業に就職したんだねリトルデイ。
てん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 、真面目な雰囲気が、てん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 、やれよっていう圧、やりますよってはい、もう何も言わない、やれと。まあ、わかりました、わかりましたよ、やりますってば、やればいいんですよね、うん、やけくそか。まあ、リトルデイこんだけやらされそうとしてるけども、私はもうやること確定なんだね。リトルデイを媒介にしてマモンの心に触れるのがペトロってこと？はい、ベル割れかな、うん、マモンの心に触れるのは君たち兄弟でいいかもしれない。だが聞いた話によるとマモンはピエトロに執着しているのだろう。はい、そうですね。この場合より可能性が高い人選をすべきだ。なんかすごい未来が明るくなりそうな BGM が流れている。これはきっとうまくいくぜ。確かにそう考えればペトロが適任かもな。マモンのためなら兄弟の誰かの方が、いや私がやらないといけない、私がやってマモンと契約するんだ。悪しき心が芽生えている。ありがとうペトロ、もう好きすぎて好きすぎて震える。もう震えてるよ。あと成功する前に、ありがとうなペトロみんなから感謝されている。ありがとう、俺からも礼を言わせてくれ、感謝するまだ成功してないんだよ。いや、やめて、プレッシャーかけないで。最終回みたいになってるからマモンのこと助けてあげて。ああ、俺たちの冒険はまだまだ続くペトロ先生のご次回作にご期待ください。頼んだぞペトロ。私がサポートします、心強い。さあ2番、私に触れてか、私か、よかった、法に触れてに見えた。なんでここで、あ、はいはい、タジタジですね。ではペトロ、リトルデイに触れてください。はい、あ、リトルデイ柔らかい、あったかい、ポニョ、バチバチ、いた、こいつ静電気をまとってやがる。はー、ペトロ、私の声聞こえてます？目を開けてください、ピエトロ、私眠ってるの？はい、真っ白だけど、ファー、あ、よかった、生きてましたね。ほら、人間って弱々ですぐ死ぬじゃないですか、心配しちゃいましたよ。ここがマモンの心の中で合ってるんですかね、その割には綺麗ですねにしては随分美しい場所のような、私と哀愁合うね、で同じこと思ってたね。おい、そこどけどけどけ。はい、天界の天使のマモンかな、それとも悪魔のマモンなのかな。はい、いやー、まさかこんな大きい出来事になるとは。なるほどなるほど、面白いですね。これはマモンだけで済むのかな、他の兄弟もあるのかな。いや、でもマモンで、その対処法を知って兄弟たちがそうなってしまった時は止めるっていう話なので、マモンだけになりそうな感じはするけども、はい、これからマモン正気に戻すために、みんなで力を合わせて頑張っていくということで、はい、その重役を担わされたのが私とまさかのデイというところで、はい、デイの秘密についても知ることができてとても面白い回だったでございます。では最後に22の A を見て終わりましょうか。はい、イベントと会談、あら、あれじゃないんだね、そのルシファーのその話じゃないんだね、財務処理とかの。ねえねえ、図書館の掃除なんてほんとかったるくてやってらんないけど、やんなきゃいけないからさ、せめて何か楽しいこと考えようよ。楽しいことこの後マモンがあんな恐ろしいことになるのに。食い放題のことか、楽しいね。いやいや、じゃなくて部分にとっては楽しいことなんだよ。学校イベントであると嬉しいこと、イヤー選手権、イエーイ、始め、うん、まずは僕からね、ラット主催の人気投票。あー、いいね。でも派閥生まれるくない、学校内で。大丈夫、まあ誰が1位になるかは投票する必要もなく明らかだけど、あ、ごめんねみんな私が1位で、ルシファーを1日こき使ってもいい日いいなーし、1日じゃなくて1週間がいいな、ルシファーをこき使ってもいい1週間、毎月行おうね1年間魔界中の食い物でラットの覚醒は食い放題。あー、学校がやり玉にあげられるわ、世間の。1年中だとイベントでも何でもなく、ただの日常では。イベントか、なんかそれさえもめんどくさいんだけど、学校イベントも大事だけどさ、もう一つ大事なことがあるでしょ。お、何？恋ってこと？大事なこと？学校の階段、うん、そういうの魔王城に住んでた頃にもあったね。そうなんだね。っていうかあれなんだね、魔王会話に入ってこないんだね、この時の魔王まだ普通なのに。魔王城の、ああ、あったね、36不思議、あったあった、実際に僕も体験したもん。お、最初に何を体験しましたか？東の廊下の突き当たりの鏡の中から白い手が何本も伸びててさ、あー、美しいって自分を見てたんだね、アスマちゃん。
ひマモンよかった、ちゃんと怯え要員でいてくれたわ。ああ何度閉めても勝手に開くドアとかな、立て付けかな。ひえ全部にリアクションして示していく。絶対に人が立てない高さの、何これ、はめ殺しのまま窓に外から手形がベタベタついていたことがあった。おい、いや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 、やめろもうやめろ。うん、マモンそんなに怖がりだったか。純粋な煽り、怖がりじゃねえっての。そのあれだ、アダムに体の捉えてから怖くねえけど嫌いつか受け付けねえつか。恐怖体験したもんね。怖いんだ。怖くねえし、じゃあママ一人で行ってきてよ。今思えばよくあの魔王城で暮らしてたな俺。うう鳥肌やべえ。笑えるおまじないをかける、安らかおまじないをかける、もっと怖くなるおまじないをかける。まあいつもの私はねちょっと厳しいんだけど、この後にママに怒ることを考えたらちょっとはい優しくしてやらんでもないなっていうことで、キラリンレボリューション、おーおーおお、あーなんかいい感じになってきた。はい、腰痛に効くよ私の魔法、ね、えずるいマモンばっかり、僕にもそのおまじないかけてよ、うん、僕も、あーもう待って待って待って、私疲れちゃうから、俺は腹がいっぱいになるおまじないがいい。何何素性を表してきてんだ。はーい、ということで図書館に行く間の道のりの中でこんなにのほほんしたエピソードがありましたよと。はい、この後あんなことになるなんてつゆ知らず。はい、それではおべないレッスン22でございました。23でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。